どうもです。私はですね、今デンパサール空港インドネシアのバリ島に来ております。ここではね、楽しい滞在させていただきまして、これからマレーシア航空で日本に帰国する予定でございます。それで今回なんですが、マレーシア航空ということで、ここのバリから、マレーシアクアラルンプールまでの、フライトレビューというところをお届けできればなというふうに考えております。今ね、9時57分、約10時ですよね。それでフライトなんですけども、12時55分出発でございます。その3時間前ぐらいに空港にたどり着いたというわけでございます。ここの空港ね、到着した時もちろんね、使ったんですけども、深夜だったんですけど、入国審査とかすごい人でね、わあこれやばいなっていうふうに思ってね、中国と同じように3時間前ぐらいに来た方がいいかなっていうふうに思ってね、来た感じなんですけども、どうでしょうかね。今回はエコノミークラスで、でも一応こうエメラルドっていうね、最上級のステータス JAL で持っておりますので、ビジネスとは言わないんですけども、グレーコぐらいになったりしないですかね。今までね、JAL のエメラルド持ってなんだかんだ言いつつアップグレードっていうのはまだ経験したことないので、なんかいいのかなっていうふうに思ったりもするんですけど、多分こう思ってたらならないんでしょうね。とりあえずは今からねチェックインしてみたいと思います。ここの空港なんですけど、かなりねこう開放感がありまして、南国を漂わすとてもいいね空間となっておりまして、初めて来ましたけれども、大きくてインパクトある空港だなっていうふうに思いました。パセフライトに関してはね、 LCC がたくさん飛んでおりまして、ジェットスターエアアジア、スクートなど、たくさん飛んでおりますけれども、私は今回はだからレガシーの、マレーシア航空を利用するというわけでございまして、12時55分のやつですね。もうチェックインオープンということで、MH714 便でございます。これでもう D20 から24まで書いていますので、今からちょっとそちらの方にね、向かいたいと思います。チェックインカウンターの方に来ました。結構並んでますね。エコノミークラスはたくさん本当に並んでるんですけど、今回はファーストクラスのレーンはないので、ビジネスクラスのレーンは多分使えるということになりますので、私エコノミークラスなんですけど JGC プレミア持ってますからね、優先チェックインカウンターサクッと利用させていただきたいと思います。サクッとチェックすることができました。こんな感じでかなり並んでおりますので、それをね抜けさせていただいてチェックインできるっていうのは非常にありがたいです。それでこんな感じで、ラウンジのチケットももらいまして、今回大阪まで帰るということでございまして、その大阪分までの搭乗券っていうのももらうことができました。特にアップグレードとかなしです。これが当たり前ですよね。航空券もかなり今回安い値段取ったんでね。あとはなんかこう入札式でね、最近は ANA も始めましたけども、それでアップグレードの申請っていうのもできたんですが、今回私は参加しませんでした。確かこのクアラルンプールまでは2万円ぐらいで多分できたと思います。入札してればアップグレードされたんじゃないですかね。あんまり利用されてる人もいないと思いますので。入国審査を終えました。だいたい30分ぐらいかかって、やっぱり時間がかかるんで、インドネシアの空港に関しては2時間半とか3時間前とかに来てた方がいいかもしれないですね。今回は会わなかったんですけど、渋滞もね結構首都のジャカルタとかだとね会うっていう風に言ってるんで、バリ島もしかしたらそういったのもあるかもしれないです。制限エリアはこんな風になってました。プレミアラウンジ、こちら多分プライオリティバスで入れるじゃないですかね。よく他のところにもありますし、よくお世話になっているところでございます。またフードコートがあったり免税品があったり、お土産とかも結構売ってたりするんで、こういったところで買うっていうのもありかもしれないです。ここの空港拠点としてのがね、ちょっと紹介遅れましたけど、ガルータインドネシア、これも関西空港成田空港に就航してますけど、まだ乗ってないんで、いずれはねこちら乗ってみたいなっていうふうに思ってます。こちらのラウンジもあります。それでねもう一つ、ちょっと今消えちゃったな、こちらのね先ほど紹介したプレミアラウンジ、こちらが今回入れるラウンジとなっておりますね。ローリングというふうになってますけど、それで、ね、先ほどチェックしたところ、プライオリティパスでも入れるんで、今回だから別に上級会になくても同じラウンジに入れるというわけでございまして、そういう意味ではやっぱりプライオリティパス使えますよね。ではここのプレミアラウンジに行きましょう。ここもプライオリティパスで入るみたいですね。 TG ラウンジ、今回プライオリティパスは2つ選べるんで、そういった意味ではプライオリティパスの方がいいですね。でもせっかく航空会社が提供してくれてるので、今回は航空会社のラウンジに行きましょう。朝ごはんも結構がっつり食べたので、カルミンということでグアバジュースがありますね。結構こう缶の
コーラがあったりとか、まあ、食事もあったりとか、三つ星ホテルのレストランの朝食のビュッフェぐらいかなっていうふうに感じるんで、やっぱり東南アジアは効率高いですね。うわ、ジュースうまい。搭乗1時間前なんですけども、ゲート集合の時間と書いておりましたので、まあ、ちょっと行きましょうか。ラウンジはねかなり良かったです。あのトイレもねすごい綺麗にしていて、やっぱトイレをね綺麗にしてくれるっていうのはいいサービスですね。で今ゲートに向かって到着ですけど、ジェットスターちょっと見えづらいですけど、目の前にはエアアジアがありまして、ガルータインドネシア、それでマレーシア航空、今後私が乗るのは多分あれです。で後ろにはガルータエアアジアということで、うん、いろんな航空会社がありますね。まあマレーシア航空なんですけど、こう一見見るとね、なんか中国東方航空と似てますよね。なんかパッと見あのそんな感じがするんですけど、あれがマレーシア航空でございます。ゲートの前に来ました。今回8番ゲートから、まあ、出発となります。もうちょっと時間かかりそうですね。出発は12時55分でございますけれども、まあ、12時5分ということです。搭乗開始となります。12時22分ということでね、集合は0時55分だったんですけど、30分ぐらい待ってた。それだったら最終回のこの時間に行ってくれればよかったなと思いますけど、まあいいです。というわけで今から優先搭乗させていただきます。座席に着きました。今回は 33K という、ね、あの座席になりまして、242になりますね。このクラスはビジネスクラスはあの別のところが入れるところがあったのでちょっと分かりません。それで今回なんですけども、エアは330-300ということで、シンガポール航空とかでもよく乗りましたけれども、この機種に関してはね、結構シンガポール航空も結構古めだなみたいな印象だったんですけど、マレーシア航空も同様に新しくはないなっていうようなね、あの座席となっております。まあエアアジアとかなんかこう短い路線ね、そういったところであの使われているような機種でございます。まあ座席に関してはこういった、まあ、感じとなって、かなりまあ、うん、2個分ぐらいありますね、拳。はい、でマレーシア航空に関してはああいったね、まあ、制服となっておりまして、とてもフレンドリーな感じがいたしますね。今回なんですけど、お客さんが何のフロアでございますけど、結構うるさいですね。 On behalf of Malaysia Line, very warm welcome to you all aboard flight from Denpasar Bali direct to Kuala Lumpur on MH714. Also, welcome to Enrich N11.帝国通りあの動き始めましたので行くといった感じでしょうか。それ今ね気づいたんですけど、この飛行機なんですけど、一番偉い、まあ、CA、まあ、チーフ的なところのポジションの人がね男の人なんですよね。それブルネイもそうだったんですよね。タイ航空もねそんなことはあったような気がします。結構東南アジアはなんかそんな上が男性でなんか下の人が若い女性の人がそういった構成で組まれていることが非常に多いんですけど、もともとずっとその男性の方もね CA やってたのかって気になるんですけど、またでも東南アジア結構多いですよね。男性の CA って日本よりも全然多いですね。 Ladies and gentlemen, your safety is very important to us and Malaysia Airlines, so please listen carefully as we take you through some important safety features with your seatbelt fastened and visible even when the seatbelt sign is off.
ました。2時間ぐらいのフライトなんで、ね、まあ、機内食はまあ当然、まあ、シンガポール航空でも似たような、ね、東南アジア、東南アジアみたいなのせん、シンガポールからジャカルカとか過去にも乗ったことありますし、そういった時でも出ましたので、多分マレーシア航空も、ね、出るんだろうなというふうに思ってますので、まあ、どんなのが出るかちょっと楽しみですね。まあ、皆さん多分マレーシア航空と言いますと5年前ぐらいでしたっけ、まあ、墜落とかね、いろいろありまして乗るのを避けてる人もいるかもしれないですけども、まあ、現状としてはこのマレーシア航空というのはまだ運航されているというわけでございます。なんか今日のもう本当にホットなニュースなんですけども、ツイッターでは、ね、あのエアアジアがマレーシア航空を買収するんじゃないかって、もともとねエアアジア、こうマレーシア航空から多分一部を確か買い取ってできた航空会社だと思うんですけど、まあ、それが逆転するという形でね話もあったりして、やっぱりまあ現状としてもやっぱりその事故を引きずってか経営はあまりうまくいってないような航空会社ございますけれども、まあ、日本にも出国をしている、当然私も大阪に帰りますから、ね、成田空港にも出港している、まあ、航空会社でございます。機内食が来たんですけども、こうやってまあ見ているとバリ島っていうのはオーストラリアに近いんですね。でまあ、今こういうふうに、まあ、カーラルプールに向かって、まあ、大阪に帰るというわけでございます。本当に近いな、ほらこんなに近い、あのバリ島からだともうねダーウィンとか行くのと変わらないんじゃないかと思うぐらい地図上だとこんな感じでございます。今回はフィッシュかチキンかってことなんですけども、チキンを選びました。でもやっぱりこうチキンの方が人気のようで、幸いはフィッシュしかなかったんですけど、なんとかチキンを用意していただきました。それとコーラ、それとここもすごいちっちゃいコンパクトというわけでちょっと見てみましょうか。はい、というわけでこんな感じの機内食でございます。以前なんかエアアジアで羽田空港に行った時に買った機内食とそっくりで美味しそうですね。なんかゴールデンチキンみたいなの書いてましたけど、いただきます。じゃあコーラ、炭酸が抜けてますね。微妙です。まあ、フォークとかはこういったプラスチックのやつでございます。まあ、そう考えるとやっぱりブルネイ航空ってもっとしっかりしてたんでね、やっぱり航空会社によって微妙に違ってきて、やっぱブルネイの方が良かったなというふうに今思えば思いますけど、まあ、マレーシア航空もでもそんなに、ね、サービスとかもすごいいいですし悪くはないです。というわけでこちらがチキン、辛いな、でも辛いけど美味しい。これは何だろう、めっちゃ赤いけどこれも辛そう、なんかゼリーみたいな感じですね。やっぱ甘辛い、まあうまくはない。まあチキンちょっとメインに食べさせていただきましょうか、ね、ここから。まあこれは多分マレーシアの、まあ、料理なんだと思います。妻はインド料理っぽいっていう風に言ってますけど、どうでしょうか。まあマレーシアもインド系の人って住んでますからね、まあいろいろ混ざってるんでしょうね。まあ、こちらのお菓子もついております。クッキーとピーナッツか、まあ一応見てみましょう。まあ、普通のジャストピーナッツ、2時間ちょっとのフライトなんでこんなもんでしょう。これも可愛いです。マレーシア航空のロゴです。まもなくしたら到着ということで、やっぱり機内食食べてもうあっという間ですね。It is a safety requirement that you remain seated
到着いたしました。外もそうですけど、マレーシア航空の機体をたくさん見るとね、まあ、こちらに来たっていうのを思いしますね。こちらのターミナルに関してはANA で以前修行してた時以来ですかね。まあ、エアアジアね、前回利用した時は第2ターミナルの方を利用したので、その時も利用したんですけど、まあ、第1は久々かな、間違ってたらごめんなさい。というわけで到着いたしました。ビジネスクラスはこんなやつですね。あ、1列2列、あ、面白いですねこれ。1列2列となってるんですね。まあ、ペアでも1人でも、そうやったらでも1人の方がいいですよね。あ、でも1列席は少ないな。はい、こんなちょっと特殊なやつですね。今回なんですけれども、乗り継ぎということで、乗り継ぎカウンターのですね、こちらの方に向かいます。到着いたしました。今はもうクアラルンプール国際空港の制限エリア内の方にいます。まあ、今までね、乗り継ぎっていうのもしたことなかったといいますか、私の場合ね、ストップオーバーしてしばらく滞在してまた乗るっていうのがすごい動画的には多くてね、あんまり紹介できなかったんですけど、まあ、乗り継ぎ、例えばまあ何でもそうですけど、マレーシア航空でもシンガポール航空でもタイ航空でも KLM オランダ航空でもそうですけども、どっかオランダ経由したりとかする場合でも、乗り継ぎっていう感じでトランスファーっていうところを見つけてね、まあ、今回日本語書いてましたけども、辿っていけばね、一回外出る必要もなく、こういうふうにまた制限エリア内に入って次のフライトに乗るっていうことが、まあ、可能でございます。まあ、場合によってはね、入国強制されたりとか、荷物ピックアップさせられたりとか、まあ、することがあるんですけども、まあ、マレーシア航空の場合はね、もう大阪まで荷物運んでくれるということだったので非常に楽ですね。まあ、トランジットはね、かなり5時間ぐらいねありまして、まあ、どっちかというと今回は簡単なまあレビューになっちゃったんですけど、マレーシア航空のね、まあ、次がクアラルンプールから大阪ということで、まあ、ちょっと深夜便にはなるんですけどもね、結構長いフライトで、まあ、日本発着路線の方がね、見たい人が多いのかなというふうに思っていますので、まあ、そこでもうちょっと詳しくね、レビューできればなというふうに思っているので、まあ、マレーシア航空久々に乗ったんですけどもね、私の偏見かもしれないですけど、ちょっと元気がなくなったのかなというふうにね、なんか思ったりもして、なんかちょっとね、マレーシア航空今後どうなるか分かんないんですけどもね、頑張ってほしいなというふうには個人的には思っています。まあ、この動画面白かった、役になったというふうに、ぜひも高評価、チャンネル登録お願いします。また Twitter、Instagram、ブログやってますので、フォローチェックしていただければ非常に嬉しいです。まあ、こんな感じで今回は、まあ、バリ島からクアラルンプールに来てみたね、マレーシア航空のレビュー動画でございました。ほとんどのお客さんがあれですね、乗り継ぎで、まあ、ここから中国行くのかな、ここからインドに行くのかなという人が非常に多くて、あんまり日本人は、ね、いなかったかなというふうに思います。バリ島、クアラルンプール、クアラルンプール大阪までのチケットは確か2万6000円とかね、それぐらいで取ることができたんで、まあ、高くはむしろ安いっていうような航空券でしたので、ありがたい、まあ、移動でございますね。トランジット時間がかかりますけど、こんな感じで、まあ、今回の動画を終わりたいと思います。それでは